はい、どうも、吉谷です。今回ですね、アドバンス生から結果報告いただいたのでシェアしていきたいと思います。ノートココナラに出品して、どちらのサイトからも商品が購入されました。ココナラに関しては吉谷さんから出品を勧められて、すぐ行動した結果、全国的にテレビ CM が放送されたタイミングもあり、お気に入りやフォローが止まらない状況です。まず各プラットフォームの商品が購入されたご報告でしたということで、最近ですね、ココナラでもこう、なんだこれいつだ、2019年6月8日のニュースですね、テレビ CM したよっていう。だからまあこれによってアクセスがめちゃめちゃ来たってことですね。素晴らしい。まああとはまあすぐやるってことですね。そう、すぐやってみるっていう。要はプラットフォームがなかった場合っていうのは、そのすでにアクセスが集まってるところに出すっていうか、これ鉄則なんで、そのまあ、一番最強はですよ、自分のプラットフォーム、自分のメディアを作るってことが先決なんですけれども、ただ時間がかかります。なんで、ただ早くお金稼ぎたいって話じゃないですか。じゃあ早く稼ぎたいんだったら、すでにアクセスが集まってるところに出す。これが鉄則です。これは僕の本にも書いてあると思いますけども、アクセスを集めるためにみんな挫折するわけですよ。自分のプラットフォーム、ブログ作るとか YouTube 作って挫折していくわけですから。であるならば、すでにアクセスが集まってるところに出していくというところですね。はい、まあ、それがまあ一番早いん で、あとは今ココナラとかね、ノートっていうのはアクセスがすごく今ありますんで、あとはその売れる商品、キャッチーな商品であるならば売りやすいってことですね。はい、ということで、まあ、すぐ行動していただいたということで良かったです。すぐやりましょう。すぐやるっていうのがまあ鉄則ですね、これも。はい、では終わります。ありがとうございました。